どうも、ビアスチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。で、やってまいりました。最近あったかいですね、ヤムさん。我々ちょっともう厚着じゃないですか、これ。暑い、だんだん暑くなってきた。いやこれね、限定発売だったんで、皆様買えなかったと思いますが、申し訳ないです。夢にニヤニヤしちゃいね。いや、春といったら、はい、イオンですよ。春といったらイオン。ちょっとよくわかんない。花見の惣菜をイオンで買う。バーベキューをしに肉をイオンで買う。あ、でも全国どこにでもありますから、ね、あるある、どこにあって、ね、医者が出たら、イオンの職員だみたいなさ。いや、それはない。ということでですね、はい、今日はですね、僕、はい、イオンで買えるウイスキーランキング、どうだ。しかも、はい、コストパフォーマンスのいいウイスキー、よりすごい。じゃあ、まあ、1000円台とか。1000円台とか、そういうやつ。まあ、確かに1000円台リクエストめっちゃ来てるんでしょ。来てる。でも、消費税が、今、これの影響でな、消費税がだけから、2000超えちゃうパターンもあるけど、大体の販売価格で1000円台で買えるってことにしときましょう、みんな。いいですか？ん？イオン1000円台って結構限られる気がするんですけど、限られる。大丈夫、任せてください。我々ビアスチャンネル。はい、ね、くどくどと文句ばっかり言ってるチャンネルですけど、はい、ここだけはしっかりイオンのためにやるから。いや、もらってないよ。ということで、はい、イオンで買えるコスパのいいウイスキーランキング5000いきたいと思います。みんなご存知、ジョニーウォーカーレッドラベル。よいしょ。はあ、これは完全にウイスキー。どこで飲んでも、どんなシチュエーションで飲んでも、ジョニーをカレットラベルは裏切らない、うん。ウイスキー好きのための、ウイスキー好きによる、ウイスキー好きのための、ウイスキーボトル。2回行ったよ。うん。で、初心者の方にも、うん、どれ買ったらいいんだろうって迷った時には、とにかくの赤いラベルを覚えとけばいい。そして、後悔しない。まあ、初心者向けですね。そうです。コーラで割っても、ぶっちゃけうまいから。悪くないから。うん。で、炭酸水で割っても美味しいし、うん、ストレートはないかもしれないけど、まあ、そこら辺でうまくやってくださいって感じですね。うん、じゃあ、第4位。第4位いきましょう。はい。ハイライトクイーン、普通のやーつ。はあ、これはね、多分、うん、900円でお釣り来る可能性がある。その、いや、土地土地のイオンによってだと思うけど、これね、実はね、イオンには置いてるけど、イオン系列で置いてない時がある。時がある。なんか大丈夫？大丈夫。だからイオンもね、イオンにはあるんだよ。けど、なんかイオン系列にはない可能性がある。わかるかな？あるんだよ。イオン系列って結構あるんだよ。まあでもね、飲みやすいと。うん。コルドンベールさんがやっぱりね。まあコルドンベールさんだけど、まあイオンってとこもありますからね。そうだ、ヤマヤとかな。うん、ここはね、飲みやすいし、やっぱハイボールのためのハイランドクイーンじゃねえかなと。はい、これもじゃあ1000円ということで。これ1000円台めちゃめちゃうまいよ。だって結構飲んでるでしょ、ドミさん。そうですね。基本的に、何か買ってこいって言われたら多分これが一番。はい。ローコストでコスパ、めちゃめちゃいいから。はい。これほんと皆さんおすすめです。はい、ということで、第3位いっていいんですか？はい。じゃあ行きましょう。第3位こちら。ティーチャーズ。普通のやつ。はい。これね、ティーチャーズはね、なんて言うんだろう。ハイランドのスコッチをそのままやっぱり上手に飲みやすくしてるなとは思う。あ、やっぱでも意外とだから最近ティーチャーズのハイボール出す店少ないね、居酒屋でもね。少ないっすね。一時期すごかったでしょ。すごかった、うん、なんかやっぱ作戦なのかな、それともなんか担当の営業マンが弱いのかな。まあ CM を最近そんな見ないからじゃないですか。そうだね。でも僕はこのティーチャーズは前、例えばコンビニとかでも迷った時には結構買ってたりするし、イオンでもまあ買うかな、時々。うん。うん、なんか、うん、買うか。イオンのランキングでしょ？うん。イオンでも買うか。というね、安いときあるんだよ。まあでもね、昔のセレクトあったじゃないですか。うんうん、僕はあれすごい好きでしたけど、ね。あ、日本向けにやってるやつね。うん、サントリーがブレンドしてんだっけ、あれは。あれ美味しかったね。ああ。でもこれも僕はスコッチ好きだったらいいと思うし、うん、まあ初心者の方たちも、じゃあ T シャツって何って言ったら、あの CM やってるやつだよって言ったら、多分ビシッとくると思うんで。残っちゃうでしょ。じゃあ次。こういう名刺今出せない時代なんで。難しい時代だから。ブラックリーカー、ディープブレンド。これはね、どのランキングにも入ってくる。とにかく安くて少ない量で酔える。なんかさ、聞いたことあるんだよな、そのフレーズ。いや、これ素晴らしいよ。うん。
例えば合コンみたいな感じで俺酒強えんだぜみたいなこう見せたい男子もいるわけじゃん合コンってまだあるの？ あるんじゃね。でそこでこれ45度あんだよこの酒、クッてなった時にまずい45度とうまい45度のお酒って、うん、うまい方がいいじゃん、まあね、同じ飲むんだったら当然これ本当おすすめ、強がりの君におすすめ。でもなんかこういう並びでいくと味の系列ちょっと変わりましたね系列が系統、まあ、どうしてもやっぱスコッチブレンドで飲みやすい、まあ、ハイランドハイランドで来ててジャパニーズっていうか国産ウイスキー、はい、おう、まあまあまあそうだね、なんか飲みやすいかな一番って思って。じゃあこの並びで第1位は、第1位は期待してね、意外なの出てくるから。意外なの、うん、第1位はこちら、ブシカク。え、どういうこと？カクはね、カクってウイスキー知らない人ってなんかすごいバカにしてると思う。カクほう、ウイスキー好きな人ってなんか、うん、うわーって一瞬回って気づいた時に家に絶対あるウイスキーじゃん。あーまあねーわかる？なんだろう、正直さ間違いないよ。間違いないんだよ。だからこれ正直言ってこれいっちゃうめえから。まあ なんだろうね、なんかウイスキー好きになればなるほど買わないイメージはあるけど、でもなんか家にあるよな絶対な外で飲む、うんうん、カクがリキュール入ったでしょ、業務用がレモンか、レモンのやつな。でもあれだよ、今コンビニで売ってるハイボールのは缶あんじゃん、うん、缶 もう全部レモン入りね。逆にこれの需要が高いというか、いやどう思うよ、だってこのノーマルがいっちゃうまいもん。ストレートで飲んでも、うん、こうなんかちっちゃいこうグラスとかですよ、はい、こうやって飲んでもこんなには飲むの、売人っぽさが出ていいかなっていう。カクをバカにするやつはダメダメダメ、絶対ダメ。核があってこそのウイスキーだと思うわ。ほ、この2つ飲んでから外に出てほしい、はい、1回海外行くんだったらバーって。え、よくわかんないけども今回はイオンで買えるランキング。あ、ごめんごめん、イオンで買えるランキングなんだよ。みんなわかる、イオンで全部買えるよ。イオンだよ、みんなイオンで買い物してね。なんかありましたか、僕がいない間にイオンとあ、イオンの電波を俺吸収してこうしよう。以上で、はい、以上でいいです。はい、皆様以上だそうです。ということで、はい、イオンで買えるウイスキーランキング5選でした。はい、絶対に僕はこのランキングはね全員に受け入れられるであろうと思ってます。はい、ということでね賛否あると思いますが、皆様コメント欄お待ちしておりますありがとうございますバイ。